はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひてるほとです。はい、よいしょ。はい、今日はですね、最近のハードオフでの買い物についてお話をしたいと思います。最近ですけども、やっぱりハードオフも含めて、いろんなリサイクルショップですね、金属製のフィルムカメラの程度のいいものがなんか極端に減っているような気がし、皆さんしませんかね。最近私が買った金属製のカメラというと、この間皆さんにご紹介させていただいた、トプコンですね。トプコンの、はい、東京工学のね、ユニレックスですかね、が最近で買ったのでは一番新しいカメラですね。で、いろんなハードオフ、立ち寄ってみるんですけど、以前はもうたくさんあった、例えば、ペンタックスの、スポットマティック、スポットマティック、ね、SP ですとか、それからニコマートとか、キャノンの FT とか、本当にね、店頭に置いてあるものがもうほとんど本当に、ミラーがなかったりとかね、ペンタックスなんかミラーアップしちゃってたりとか、使えるものがねすごい少ないなって感じをしています。で、先日もね大失敗した、ニコンの EM ですけど、ニコンの EM は外観綺麗だったんですけども、全くダメでしたけど、そういったことがね最近増えてるなっていう気がします。ということで、つい最近ねハードオフの多治見店に立ち寄ったんですね。で、やっぱりもう以前から置いてある、もう自分がチェックした、もう使えないような、カメラはまだあるんですけれども、新しく入荷したフィルムカメラ、金属製のカメラはね、なんか極端に減ってるような、そんな気がしました。ということで、先日、ハードオフの立ち見店に行った時に、めぼしいものは何かなと思ったら、やっぱりデジタル関係のものはまだね、デジタル関係というかな、オートフォーカスが使えるようになったカメラ以降のものはまだあるんですけども、フルマニュアルの機械式カメラというのはすごく減ってるなって気がします。一体ね、私がフィルムカメラ始めた時もうゴロゴロしていたあのカメラってどこに行っちゃったんでしょうかね。特にやっぱりカメラの北村さんが、北村写真機店を始めた頃から余計になくなったような気がしますね。カメラの北村さん の, ジャンクボックスをね、なんていうのか、一個一個ねゴロゴロ、探すのがすごい楽しみだったんですけど、そういった楽しみがなくなってしまって、機械式カメラが減っちゃったんだなということをね、最近つくづく思います。ということで、ハードオフ多治見店に置いてあったもので、目についたものが実は4つあったんですね。で、1個目はもう実は前回の時に、すごく気になっていたんで、確認させてもらったんですよ。そしたらね、残念ながらもう完全に壊れてて、で、もう確認チェック済みだったので、それは置いておいて、それはニコンのね D90 なんですけれども、これは置いておいて、他にね今度は新しく、ニコン1の J3 かな、
私まだねニコンの1シリーズって手にしたことがなくて、で以前シネレンズですね、Cマウントのレンズを、使って撮影をする、マイクロフォーサーズでクロップして撮影するんですけども、その時にあのニコンの1シリーズいいですよっていう話をいただいて、それであの、興味あったんですね。ところがやっぱりジャンクで、レンズを認識しないということだったので一番の動作確認をさせていただきました。なんとかねあのジャンクと書かれながら、動いたらラッキーかなーって思いながら、レンズ付きでね、ボディ、その他元箱付きだったのかな、8800円だったので、まあ、動いたらね面白いなと思ってだいぶ試したんですけど、残念ながら動きませんでした。で4つのうち今2つ目が終わりました。でもう1つがね何かって言ったら、ペンタックスの KX だったような気がするんですね。ペンタックス KX です。あ KR だったかな。何しろね、衝撃的なボディもレンズも真っ赤っかです。で、単三電池4本で駆動しますということで、これは多分ね、問題なく駆動するのかなと思ったんですね。で、見せてもらいたかったんですけど、還暦過ぎたね、じいさんが。真っ赤っかの一眼レフカメラってどうなんだろうって想像したらね、なんか笑えてきてね。で、ちょっとね見せてくださいとも言えずに置いてきてしまいましたけれども、まあでもね逆に私のねチャンネル見ていただいてる方、まあ一人フォトだったら真っ赤っかのペンタックスの一眼レフ持っててもまあなんていうの、おかしくないだろうっていうか、まあそのくらいのことはやるだろうなってきっと思っているのかなと思いながら、真っ赤っかのペンタックス、確かね KX だったかな KR だったかな、どっちも単三電池4本で動くカメラでしたけれども、それはねちょっと今回はスルーをしました。実はこのカメラは前回も置いてあってね、多分ね次回行った時もあるんじゃないのかな、あったらやばいな。売れててくれると嬉しいな。なんて思っています。で、はい、4つ目です。これが今回の、動画の主人公のお話です。ジャンクのレンズの中に、状態悪し。ということで、広角レンズが、広角のね、オートフォーカスのレンズが置いてあったんです。で、そのレンズというのは実は私がね、以前も使ったことがあって、で、結構このメーカーの広角レンズ私好きなんですね。で、早速見せてもらいました。見せてもらって、iPhone の、照明を使ってカビがないかね確認をしたんですけど、カビはなかったんですよ。しかも外観もすごい綺麗なんですね。で、状態悪しっていう意味が私が見る限り何を言ってるのか分からなかった、どこが状態の悪いのかっていうことが分からなかったです。で、よくよくねライトを当てて見ると、後ろから前からね照明当ててみると
中のレンズの中の壁のところが、見方によるとねバルサム切れに見えないでもないみたいなところがあります。でも、角度変えてみたらバルサム切れではないみたいな感じでした。ですので、はい、ということで今日の主人公です。はい、トキナの、はい、ATX124 Pro、DX2 というレンズです。これね、皆さんネットで調べてもらうと分かりますけれども、まあ、安いもの、まあ、極端に安いもので言うと1万5000円くらいなのかな。でも普通にね、まだ 3,4 万で売っています。売ってるレンズです。発売は2008年の11月7日ということで、トキナのこの広角レンズって解像度が高いということで、まあ、一部の方にはね非常にね評判のいいレンズなんですね。で、私も過去に使ったことがあって、なんか色のりのいいレンズだなっていう、そんな記憶がありました。なので、で見てください、これ外観状態悪しって感じじゃないですよね。で、フードも純正ついてますし、レンズキャップも前後ついています。で、まあ、今ね、フィルターつけようと思ったら 77mm のフィルターって私2枚しか持っていなくて、多分今つけてるのは、もうとっくにね、賞味期限切れというか、期限切れの CPL つけてますけれども、こんな形でね、ニコンの D40 にもよく合うんですよ。おそらくね、昔私使ってた時もニコンの D40 で多分使ったんじゃないかなと思います。で、その時の記憶があって、今回、はい、購入しましたということで、例えばね、これすごい広角なんですよね。APS-C 換算の APS-C 換算で APS-C で使うと、12mm だから 18mm から36mm ですね。なので、スナップ写真を旅で撮るにはもう私にはドンピシャの、レンズです。これ今ね CPL つけてるので、これで撮るとまあ普通の絵ですよね。まあ、普通に撮るとこんな絵ですね。で、今ね見たらね、これなんか面白いですね。まあこれお遊びですけど、虹色になってしまいました。ということで、もうこれ、もう今度ね、また、今週実はまた旅に出るんですね。青森県の七戸町ですねと、宿泊は八戸なのかなということで旅に出るので、これ持ってってみようかなって今ちょっとね密かに思ってるんですよ。これ持って広角で、駅とかね、街並みまで撮る時間がないと思うんだけれども、いろんなところでねスナップ撮ったらきっと面白い写真撮れるんじゃないのかな。
ね、どう思われます？もちろんね、ソニーの α7II でオールドレンズで遊ぶのもそれもそれもそれで面白いんですけど、あのこういうこういう形でね、広角スナップを撮ってもうどっちしろ荷物は多いので、コロコロ旅行バッグを転がしながら、背中にリュックサックというかね、背負って歩くので、まあ、これだったらねオートフォーカスで手軽にスナップ写真も撮れるので、それも面白いんじゃないかなって今考えてます。っていうことは、今週の末、金どうかなで、青森県に行くんですけど、もう今からね何のカメラを持っていこうかすごくね今もうすでに考え始めてるところですね。このスタイルもね結構面白いですよね。これで持っていくのも面白いし、まあ、もしくはね、まあ、この間、まあ、先日皆さんに作例紹介したので、ニコン α7II のオールドレンズっていう選択もあるはあると思いますし、あ、そうそういえばね、あのフィルムカメラヤシカのオートフォーカスのフィルムカメラついに、36枚撮り切りましたので、そろそろね、現像に、ネットで、注文して出したいと思ってますけれども、うん、今回はね移動距離がね、今回は名古屋経由、東京駅経由、七戸かなで、行って、帰りは七戸、八戸、東京、名古屋、中津川、渚という経路で、帰ってくる予定なので、多分ね、撮影できるとしてもおそらく、まあ、駅か電車か、雪景色が撮れて古い街並みがね撮れればいいなと思ってますけれど、まあ、そういった時にはね、まあ、これでね片手でスナップ撮るのもなんか、面白いなっていうそんな気がしています。オールドレンズも捨てがたいしな、まあ、フィルムカメラも持っていきたいんだけど、ねえ、荷物ばっかり、カメラだけで3キロも荷物持って歩くのもちょっと嫌な気もするしなということで、旅の準備をしながら、今日はね、ハードオフ多治見店で、ジャンクの広角レンズ、全くジャンクじゃないんですよ、本当にピカピカです。私の、個人的な見解ではピカピカなレンズです。ちなみにお値段は、8800円でした。8800円、なので、おそらく、ショップで買うのと半額くらいかな、で購入ができました。はい、また作例を、皆さんにお届けしたいと思います。はい、まあこんなことやってて、そろそろねまたね、デジタル系のカメラレンズが、集まってきたので、そろそろね、また整理していかないと、次のねご紹介するカメラ買えないなーなんて今、思っているところです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。本当にね今、大変な思いをされている方が、いらっしゃいますけれども、本当に私自身も、何もできなくて、なんとなくねこういう動画流してていいのかなとか思いますけれども、でも、まあ、こういった動画見ていただいて、もしかしたら、まあ元気になっていただける方もいらっしゃるのかなと思います。はい、皆さん本当にお体に気をつけて、過ごしていただきたいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。